はい、株式会社ジャジラの人事部です。元気？またあなたですか。よくもまあこんなに突っかかってきますね。あら、それだけ聞くと私悪い人みたい。あんたらこそこそ何かしてるくせに。あんたら何考えてんの？あなたのようなばかりは到底理解できませんよ。ふーん。でもさ、バカにもわかるようなことしないとつまんなくない？単細胞らしい単純な考え方ですね。さすがは悪徳企業ジャッカの社長さんだ。私イラついちゃった。いつかぶっ潰してやるよ。ああそうですか。その日が来るのを楽しみにお待ちしています。それでは。具体的な作戦を練ろっか。やめようよ。なんだよたけし、ビビってんのか。ソウさん大丈夫？多分。安心してよ、僕もいるんだから。タスケさん大丈夫ですか？頭。あれ、髪型変かい？完璧なはずなんだけどな。おで、こいつ潰す。落ち着いて。簡単に状況整理しよう。まず相沢さんってお客さんが経営してる化粧品会社の顧客情報が何者かによってハッキングされたことから始まったんだよね。そうっすね。あ、誰だろう、誰のせいなんだろうな。綿貫。そうっすね。そうよね、そうだよね、綿貫。そうだよね。ハッキングしたのは俺のいとこで天才ハッカーの高校生綿貫。そう、ある会社に依頼されて個人情報を抜き出した。そしてその会社があのザ社長が経営するゲーム会社スタリカムーブ。詳細を探るため俺と舞さんは会社見学と偽りスタリカムーブへ。そうはスタリカムーブのパソコンをハッキングした。ゲームは文句なしのダサく、つまらないことこの上なかったね。社員たちは仕事への熱はありそうだけど社長への信頼は薄かったね。そんなスタリカムーブの金子社長は様々な会社の顧客情報を手に入れては他社へ売り渡すとかしてた極悪な人間だった。そしてその後ろにいたのは表では大手企業、裏では国際的な犯罪を繰り返しているジャッカという組織だった。つまるところ会社を潰すってことだよね。うん。やめようよ。サンマはそれ推しで行くんだ。そんざ奴らにどうやって対抗するかだけど、まず厄介になってくるであろうジャッカとのつながりを切ろう。どうやって？大手企業の皮を剥がすとか。ジャッカは悪の組織なんだよね。そんなことしたら仕返ししてくるかもよ。ならジャッカにスタリカを裏切らせるのはどうかな。じゃあスタリカだけを潰す方向でシンキングしようか。さすがにジャッカも一緒に潰せんよね。ワンストーンツーバードは無理か。あ、一石二鳥か。無理すんなよ。ジャッカを裏切らせたらスタリカムーブンはさすがに孤立するよね。でも孤立したスタリカムーブンをその後どうするの。西京里、何かいい案ない？ないね。あ、そう。そうだけに。うっせぇ、そのギャグ。マイさん、そのギャグって何なんだよ。スタリカムーブンは社長への信頼が薄いんだろ。そうね。そう考えると敵は少ないんじゃない。だからオセロだよ。やったことあるでしょ。いや得意だよ。白を黒に染める、そして孤立させる。なるほど。つまりどういうこと。痛い痛い、このとこ殴んない。殺そう殺そう殺そう、このバカを。バキーざま。頭いいこと思いつくね。だろ、僕の論理的ロジカル思考は大学内でも噂になる。こうとなったら早速実行しないと。タイムリミットがあるからね。了解。わかった。
ということで、またスタリカムーブンに来てみました。昼食べてから来るんだったね。錦織特製卵サンドイッチ食べる？お弁当作ってきたんだ。早く終わると思ってなかったから。食べる。食べてみて。はん、おいしいよ。ありがとう。今度お返しするね。あ、コンビニのでいいですよ。はい。遠慮するな、作ってやるよ。やめようよ。なぜ会社の前で大学生がイチャイチャしているんだろう。決まってんだろ、見せつけるためだろ。グルネー、おめでとう、あなたが着るリーダーよ。ギャフが来るぞ、気をつけろ。お、エイペ社員さん、何してんすか。いつからそこに。ポータルつなぎました。つよつよじゃん。ハゲスケに使ってそう。もうなんかやだな。どうしたの、忘れ物とか結婚とかなんかあった。そうなんすよ、この人が。この人です。でももう社長は家に帰っちゃってるよ。社長じゃなくて社員の皆さんに聞きたいことがあるんです。僕らに。なんだい。ですね、ウェルカム。どうも。改めまして、僕はタスケ深夜、アルミラージの常連さ。綿貫そう、錦織のいとこ。よろしく。よろしく。もっと肩の力を抜くといいよ。これから戦いに行く戦士に緊張は風と同じようなものさ。そんなこと言ったって。まあ緊張は誰でもするよ。僕も鏡を見るとき緊張するね。なんで。美を極めた男を見るのだからね。ああいい笑顔だ。どうしたんだい。やっぱり怖いな。安心しなよ、いざとなったら変わるから。いや、いいよそれは。遠慮しなくていいからね。ありがとう。じゃあ始めようか。社長のこと？なんでまた。あの人は悪い人なんです。分かってくれるか、見る目あるな。本当に悪いやつてか犯罪者なんですよ。犯罪者？金子社長の被害者に頼まれて今日はここに来たんです。入るつもりはないのか。二人ともナイスなツッコミだったから。キレがあったよね。うん、社長抑制のために入ってくれれば助かったんだけど。その社長がヤバいんですって。でもあのバカが犯罪なんてできるかね。正直無理だと思う。うん、なんかの手違いだろ。お引き取り願うよ。そんな。じゃあまたね。そろそろ日本ともお別れだな。待ってください。そこのうざい人、止まってください。ああちょっとさらに足を早めたんだけど。感づいたかな。うん、感づいたっていうかその言い方が鼻についたんじゃないかな。なんだね。お、昨日の大学生の N さんと S さんだ。錦織です。マカスです。金子です。知ってます、だから引き止めたんです。ゆっくり話を聞きたいのは山々なんだが、あいにく今から日本を立つんだ。すまないね。ちょっと。そんなに焦るってことはさぞかし大事なようなのか。本当にすまないが次の機会にしてくれ。それじゃ遅い。では逃げるんですか。ん？何からさ。多数の会社の情報をあらゆる手で奪ってその上他社に売り渡したスタリカムーブンの金子さん。いきなり何の冗談だい。あんなクソみたいなゲームしか作れないあんたの理想だけの会社が潰れないわけがない。でもスタリカムーブンが倒産していない理由、それは顧客情報を売っていたジャッカからの支援金のおかげでしょ。何の話だ。この話を警察に持っていけば海外に逃亡したってすぐに捕まる。あんたの作戦は最初から虫に食われてんだよ。うるさいな。は？君は勢いだけで自分が作ったフィクションを他人に納得させようとしてる。それこそは虫に食われてないかな。
証拠は、根拠は、被害者は、元ネタ何、半沢。そんな妄想に付き合うほど大人は優しくないんだ。悪いがもう登場の時間だ。また会ったら読み聞かせをしてくれたまえ。ゲスか。ごきげんよう皆さん。はい、どうもどうもどうも、やっとりますけども。社員のみんな、なぜここにいるのかな。この人バカなのかな。ゲス相手に武器もなく来るとでも大思いか。共犯になってもいいんですか。え、なんで共犯になるんだい。何言ってんの。金子はスタリカムーブンの名前を使って犯罪をしてるんです。おいおい、嘘だろ。どういうこと。ジャッカって知ってますか。あの大企業の。そういや、ジャッカの社長の神田さんだっけ。電話してきたことがあったな。ジャッカは裏で麻薬密売、テロ幇助などの国際犯罪に関わることをしてるんです。もしかして多額の不明金は。はい、ジャッカが関わっている可能性が高いです。でも証拠がないだろ。その証拠をつかみに来たんです。あの、最近何かしらのデータを他社へ送るとか、そういった作業をした人はいますかね。そんなことした人いるかな。多分いないよな。うん、いや待ってくれ、確か佐山のやつ全く関係ないデータをまとめてなかったっけか。え、それってどんな感じのですか。その佐山さんという方は今どこへ。ああ、ちょい待ち、お待たせ。早っ。な、これ見て、クレルの顧客情報じゃない。本当だ。これが人に変わる魔法の言葉。笑わせるな。佐山のやつ、社長の指示でやってたよな。これが社長が盗んだ他社の顧客情報です。これだけじゃまだわからないだろ。まあ、まだ固くないな、確実な証拠。まあこの時点じゃ判断できないな。ああ、少しお待ちください。もうすぐで決定的な証拠が届くと思います。それは何だい。黒幕ってとこかな。はい、ジャッカコーポレーションでございます。社長の人と変わっていただけますか。私が社長ですが、そちらは。あの、名乗るつもりはない。はあ、なら要件をおっしゃってください。要件。スタリカムーブンから離れて。スタリカムーブン。ああ、あのジャジラドさんの子会社ですよね。離れろとはどういう意味ですか。スタリカムーブンを使って他の会社の情報を奪った。そしてその情報をあんたが売ったんだ。それで証拠は。スタリカムーブンの多額の支援金の元手を調べたら、ジャッカが寄付していることが分かったんだ。あれですよ、ただ寄付しただけです。うん、私自身があの会社のゲーム好きなんですよ。あんなゲーム好きなやついるわけないだろ。いや、私好きですけど。でも誤解を招くようなことをしてしまいましたね。申し訳ございません。それでは。ちょっと待って。はい。被害に遭った会社は主に顧客情報を盗まれた。その顧客情報、あんたの会社がセールスに出た客と合致してる。証拠は。あ、その被害者に聞いた。そう、早く自白して。おへえ、綿貫荘、高校1年生。あと一人男がいるね。タスケ深夜、25歳、教育実習生。教育実習生だ。ちなみに教科は外来語、ネクタイの色は赤色、覚えておきたまえ。ああ、そっちも大変ね。だよね。綿貫荘、あなたハッカーだね。しかもだいぶ凄腕の。
よくつながってることがわかったね。朝飯前、我が社名義で振り込んだわけでもないし、顧客なんて腐るほどいるし、なのになぜこの会社につながったか。ハッキングだね。お見事。決定的な証拠。ジャッカとのつながりを暴く。そのおかげで被害状況は合致。あんたの有罪は免れない。それは本当に僕がやったとは言い切れないだろう。それに僕がそんなことできないのは社員の君たちがよく知ってる。白々しいんだよこの犯罪者が。俺たちの誇り高きスタリカムーブンの名を使って悪事をする野郎に味方をする気はない。なんだと。俺たちはただゲームが好きでこの会社に入った。何もこの会社を捨てることはしないさ。ただ不要なもの、金子社長を捨てればいいんだよ。島田さん、丸山さん。あ、社員さん、そんな名前だったんだ。この虫けらども。プロハナ航空からニューヨークへご出発のお客様にご案内いたします。ただいまから6番ゲートよりご搭乗を開始いたします。ご搭乗のお客様は6番ゲートよりご搭乗ください。今日もあんたが搭乗するのは地獄への便が待ってる259番ゲートだがな。こうなったら。はい、こちらジャッカコーポレーション。スタリカ部分の金子です。我々の計画が漏洩します。ただしに処置を。失礼ですが、どなたでしょうか。はあ、私どもはスタリカムーブンなどという言葉聞いたこともないのですが。とぼけんな。いきなりそのようなことを言われましても困りますね。すみませんが一言、ネズミが虎に命令するには100年早いんだよこのドブコーンがと言いたいので言わせてください。ハッキングだね。お見事。そうだよ。でハッキングで集めた証拠が世間に通ると思ったんだ。いや、ん？世間に通るなんて、それにあんたを告発するなんてまだ言ってない。ってことはつまり、僕はただあんたを脅しに来たんだ。ふん。スタリカムーブンから離れてくれればこの件は忘れる。条件が飲めないならばらまく。どう？とても良心的な提案ね。舐められたね。いいよ、乗る。スタリカムーブンなんて知りません。見たことも聞いたことも社長とのつながりもありません。それでいい。まあ特に気に入ってなかったからいいんだけどね。スタリカムーブンに騙されて僕はあんたに情報を渡してしまった。まさかあんたが盗んだ痕跡も消せって。ザッツライト。しゃあないの。よかった。ねえ。何？子供のくせに大人を騙すとはね。図に乗るな。とだけ言っておくね。そっちこそ。また機会があればよろしくお願いします、綿貫さん。あと、なんとかすけさん。助け、深夜だ。もう切れてるよ。まあ仕方ないよ、この高貴な名前を聞くのは覚悟が。怖かった。大人になった証拠だよ。助け。なんだい。うざい。おっと。
ネズミが虎に命令するには100年早いんだよ、このトブコウが。失礼しました。なんで、いわゆる四面楚歌ってやつですね。そのやつだね。チェックメイト。貴様ら、私を追い詰めるということは君たちの職もなくなるということだぞ。我々名義で犯罪を起こすような人間のもとで働く気なんて起きない。大いに結構。なら私に反感を抱く者はすぐ社から出し去るがいい。お前らに渡す金など。なぜ社員の皆様が去るのですか。え、誰。スタリカムーブン社長の金子さんですね。そうだな。話を聞く限り随分やんちゃが過ぎるようですね。部外者では関係ない。あ、失礼申し遅れました。私は株式会社ジャジラド人事部長鈴木と申します。ジャジラド人事部が何か用ですか。金子さん、あなたが持つ資金は給料として感謝を伝えるものではなく、自分のわがままを満たすためのものと判断しました。よってあなたをスタリカムーブンから追放します。は？子会社の人事を決めるのも我々の仕事なんでね。つまり俺たちは会社辞めなくていいんですか。そうですよ。ですが金子社長はいりませんよね。ふざけるな。さよなら、ドブコウの金子さん。なんて言いました？元社長。大手企業ジャジラド。いやはや、子会社が商売敵のジャッカとつながっていたとは。不正を暴いていただきありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。そちらのお二人、お名前をお伺いしても。錦を。私から取ってすればあなたらも十分商売敵です。そうですか、失礼しました。ではバーで会いましょう。あれ、あの人素性知ってんじゃん。変なの。危機感を持て。やあ。はい、帰れ帰れ帰れ。あ、よいしょ。帰れ。あ、もっと。帰れよ。楽しいね。おで、こいつ壊す。どうもの。いらっしゃいませ。あれ、コールしないのかい。はい、カオミルクです。牛乳だね。花かけさん。ん、どったの。お前ちゃん、最近スタリカムーブンって名前聞きました。スタリカムーブン、初耳かな。そうですか。舞さん、刑事さんへの質問なら花掛さんに聞いちゃダメだよ。あれ、刑事なんだけどな。それは失礼だよ。最終手段で仕方なく花掛さんに、でしょ。そうそう、一番仕事してないからって。こら、仕事して疲れてここ来てるんだけど。あれ、スタリカムーブンって。お邪魔しまーす。ブヤブヤの。わー、ブヤブヤー。なに、どうしたの。花掛、俺何しでかしてくれてんじ。なに、西くん、怖いよ。ブヤブヤズレズレ、ブヤブヤズレズレ、ブヤブヤズレズレ、ブヤブヤになぜかハマってしまった人の例。人間って無限の可能性があるんだね。乱入。ソムカイ日記。ある千葉のソムカイはいつものようにお気に入りバーアルミラージに来ました。ふとカウンターを見ると、そこにはブヨブヨがありました。興味本位でブヨブヨに触れるとは。ブヨブヨのゲームに頭の中にあるブヨブヨした脳がブヨブヨと侵食されました。
彼は人としての人生を終えました。人間の脳は全体の1割しか使われていない。残りの9割にどんなブヨブヨがあるのか。ん？今の染海日記の時、一人多かったような。僕かい？違う。じゃあ綿貫さんかな。そうが、外に出てきた。うん。でもカウンターの裏に隠れたまんまなんだね。うん、綿貫さん。あ、舞さん、いきなり来ないでよ。そこ私たちの場所だから席についてくれないかな。いや、座れ。はい。この間の怯えはどこ行ったんだか。すごい元気だね。あの、注文いい？何？ドリアが食べたいな。以上で。はい。あ、いいよ。舞さん、ドリア一つ。え？錦織くん、ちょっと。あ、はい。何ですか？金魚おこしの件だよ。あー、舞が世話をかけたね。それな。結構危険な目にあったと聞いたよ。ですよね。舞さんの夢とはいえ、確かに危ない目に遭わせちゃいましたね。な、頼みがあるんだが。何ですか？舞はね、昔からこのアルミラージュを大きくしたいって言っていたんだよ。だから企業作りを。多分そうだろうね。でも舞は知っての通り、だいぶ危なっかしい子でね。君のように冷静な人が近くにいてくれるとありがたいと思っているんだ。舞さんはしっかりしてますよ。それこそ女王みたいに。どれだけ強いクイーンでも心強いナイトがいなければ戦えないだろ。チェスですか？俺なんて突っ込むだけのポーンですよ。ポーンか、いいね。なら君はナイトにもルークにも何でもなれるじゃないか。それかっこいいっすね。ジャジャ馬のクイーンを頼んだよ。はい、末永く。親バカですまないね。さあバイトに戻ってくれるかな。あ、はい。お、戻ってきた。相沢さん来てるよ。こんばんは。あ、相沢さん。皆さんのおかげで売り上げも順調に伸びました。本当に感謝しています。いえいえ、よかったです。実は今のファンデーションクレルのなんです。え、本当ですか？はい。ありがとうございます。あ、ケンジさん、こんばんは。あ、こんばんは。面識ありましたっけ？前回泥酔しているときにいろいろ教えておきました。錦織、我何してかしてくれてんじゃん。笑顔だぞ。あ、うざい。クレルのお話ですか？はい、私クレルの代表取締役社長の相沢花江と申します。社長さんなんですね。私クレルの商品使ってますよ。ありがとうございます。クレルブームだね。そうだね。そうは、そういうの興味ないの？そんなに。少しはあるんだ。うるさい。言い忘れてた。何？久しぶり、こうやって会うの懐かしいね。そうだね、久しぶり。はい、ドリアです。お、よかったね。錦織、届いたよ。俺？たくさんお食べ。頼んだの。そうだろ、お前が食えよ。俺仕事あるんだから。はいはい、いただきます。舞さん、お待たせ。うん、ハキハキ働いてよ。ポーンなんだから。聞いてたのかよ。